はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今回ラッシュゲーミング CWL フォートワース世界大会の試合の一部を紹介したいと思います。ラッシュゲーミングは今回ルーザーズの4回戦負けという結果に終わってしまったんですけど、まあ、ウィナーズ1回戦無事突破したりだとか、プロポイントランク26位のチームにも、サーチを取ったり、かなりいい試合ができたり、まあ、今までのこの CWL の結果の中では一番まあ、いい試合ができた大会じゃなかったかなと思います。まあ、今までは本当トップのアマチュアチームにはハードポイント50点取れなかったり、サーチは本当全然通用しなかったんですけど、今回はハードポイント200点取れたり、サーチも勝てたりと、まあ、確実にこう成長が見れる大会だったんですけど、まあ、やっぱりまだまだ正直壁は高いなっていう印象です。で、今回そのラッシュゲーミングの試合がその CWL、まあ、オープンブラケットの、配信、ツイッチの公式配信にも結構載せていただいて、日本初めてじゃないから本当 CWL の配信にちゃんと乗るっていうね、しかもちゃんと実況者キャスターの人がいて、それがもうすごく嬉しかったんですけど、まあ、その時の試合でサーチがねものすごいいい試合があったので、今日はねそれをちょっと振り返りたいと思います。はい、というわけで始まりましたね。ちょっと鼻がね花粉症で完全に詰まってるので非常に聞きにくいかと思うんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。最初はラッシュゲーミングは攻めですね。でかなり全方位に212という感じで広がってる形で、こっから A シフに行きます。で敵は A に2枚だけなので、ここはね早めに人数をかけて A 中を取りたいところですね。ここでねちょっとゆっくりしちゃうと敵がもうカバーに来ちゃうんで、でここをねしっかりとスピーディーに中を制圧して、まあ、B 側の2人が A にたどり着く前に A を制圧で3対2っていうかなり有利な状況を作れてます。まあ、3対2なのでしっかりと人数より生かしたい、1人で死んだりとかはしたくない、しっかりカバーできる位置で、ナイス、いいですね。やっぱこう自分から変に打ち合わず、しっかりとカバー敵にこう詰めさせるっていう形にできましたね。やっぱり特に日本チームって、まあ、昔から日本ってやっぱ回線いいんですよね。だから結構自分から顔出して打ち合っちゃう癖がやっぱり日本チームついてて、まあそれももちろん僕たちもそうで、その癖がね昔からやっぱ課題だったんですけど、まあ練習重ねてかなり良くなってきた方だと思います。で、新しく入ったベブラ君18歳なんですけど、サーチの司令塔を今してます。そう、あえてこのベブラ君、18歳のベブラ君にやらせることによって、まあ、ベブラ君もすごく成長したし、まあ、すごく、ね、ベブラ君指示がいいみたいなので、かなりサーチのこう作戦作りというか、そういうのは彼が全部やってます。で、ここで、来た、ルーク！来たね、ルーク。ルークの SR。いや、今回本当ルークの SR がめちゃくちゃ刺さっててよかった。本当に。配信ももうルーク視点。かなり人気でしたね。なんだけど敵かなりがっつりもう全員で前を潰しにかかってきてましたね。まあラッシュゲームはこう裏取りをしていたんですけど、まあその分裏取りしてる代わり正面が薄くなってたんで、まあ敵はそれを気づいたのかどうなのか、まあ正面を潰しにかかってきて、まあちょっとねラッシュゲーミングとしては予想外だったかな。まあこのスピーディーな展開っていうか海外らしいサーチですね。本当になんか日本のサーチってやっぱり海外から見るとすごく遅いらしくて、まあそれを海外チームがよく言われてたんですね。僕たちもすごいやっぱお前らはサーチ遅すぎるってなんですけど、まあ今回のこのサーチ見てるとラッシュゲームがまあこのレベルのサーチのスピードはなんとかついていけてるようについていけるようになったかなっていう印象ですかね。さあこれは A 攻めで敵もかなり今回 A に守りを割いてますね。
この打ち合いかなり激しくなる。でここがね、ハントはグレネードと、サウグでダブルキルしたのがかなり大きかった。まあ狭い場所なんでね、グレネードかなり効きますね、クラスターグレネード。なんだっけ、ここちょっとかぶっちゃったかな、ダブルキルされて1-1で、ゴローは ICR、 このシチュエーションかなり厳しいですね、 ICR だと。なんだけどぐるぐる回って、ここで若干決め打ち切りでなんとか。これはね、もうヒヤッとしたけど、ナイスナイス。ちゃんとしっかりあの後ね、距離取って打ちに行ったのは良かったですね。あのまちょっと突っ込んでやりに行ってたら ICR だから正直厳しかったかもしれないけど、しっかりを距離取って打ち合いに行ったのは良かった。よ、ちょっと花粉症が強いけど頑張ろう。さあ、守りですね。ルークが B、SR 行って、また A のぶつかり合い。ほんとこのマッパね、まあ、ぶつかり合いが多いですね。特に A 中っていうのは取ったもの勝ちなので。で、しっかりここを敵を2枚削って A 中を守ることができたんですけど、こっからの敵の動きはめちゃくちゃ早いですね。敵は一気にセンター突っ込んで、ルークはさすがに予想外だったか、削られてしまいますので、2枚ですね。で、3対3。うん。さあ、カバー入って、ここで1枚削れたの大きいですぞ。さあ、敵は設置ではなく、かなりやりにく形で突っ込むんですけど、ここでウィンレットの、いやー、今の生き残りは良かった。うん。やっぱりこう、日頃の練習の成果出ましたね。もう 2v2 とかいつも練習してるんですけど。いやー、ああいうなんだろう、こう、逃げとか、耐える動きとかって、簡単そうに見えてね、やっぱ難しいんですよね。他の味方とこう、息を合わせてとか、声かけをしてとか。本当に、ああ、本当なんか、練習の成果出てるなってなんか、見てて、嬉しかったな、これは。さあ、また攻めですね。結構そうだな、ラッシュ側はルークの SR とかゴローの ICR が効いてるんで、ロングを張る形なんだけど、ゴローが SR で削られてしまって4対4で、ここで、まあ、B で敵は削ったので、もう B 攻めだと思ってるんだけど、その隙に、A にもう設置に入ってます。で、 B に残ってるベブラ、まあ、マップ見ると分かるかな、3番のベブラが裏取りに行ってるんですよね。で、こっからビッグプレイ出ますよ。で、ベブラが裏取りに行って、ダブルキルして、もうここめっちゃ綺麗だった。もう完璧ですね、本当に。これどんな声かけしてたんだろうな。いや、本当に綺麗だったな。でもベブラくん、今大会初めて、オフライン大会初めて、初めてのオフライン大会が、まさかの CW っていうめちゃくちゃ緊張する場面で、このプレイは本当に。いやー、やるね。やるね。で、ここでちょっと、敵にダブルキル取られて、かなりヒヤッとするんだけど、なんとか最後のカバー入って。あー、よかった、ここは。ちょっとヒヤッとしたけど。まあ、やっぱりね、敵もかなり強いので、油断できないですよね。ここのサウグの、1キルしての2キル目ぴったりエイム。さあ4-1。かなりラッシュのサーチね、キャスターの人にも、かなり褒められてたんで、嬉しいところなんですが、ここから、まあ、お互い B 攻めで、ラッシュも B 読みしてる状態ですね。かなりぶつかる。さあ、カバー入って。まあ、削られてしまったが、まあ結構ちゃんと守った方ですね。設置はされてないんで、まあまあ、守りは成功とは言えると思います。まあカバーカバーで2-2。うん。で、こっから結構ぐちゃぐちゃになるんだけど、まあ建物の中、裏取りにちょっと気づけてなく、これ現在敵視点ですね。カバーが入ってしまうと、そうですね、ちょっと敵の動きが早かったですね。かなり裏取りが早かったのを予測できてなかった。
海外の攻めは本当一気にグワってくるんでね、なかなか設置を止めるっていうのが難しかったりしてたんですけど、まあしっかりと設置はされないようにしっかり守れてたんで、まあここは成長を感じるなっていうところですね。うん、です。ラッシュ側は B 攻めで、しっかりルークが裏を見て裏カット。さあここは裏が多いのを確認したので、ちょっと引きますね、ルークは。で、B 設置もしている。正面が少ないと思うので、正面をやっておきたい。ラッシュはそれに気づいたかな？で、前の建物を制圧しました。で、裏で赤点1枚と、もう1枚も確認したので、残りはもう裏しかないというのことが分かったので、ここで1番と3番がセンターから裏取りに行きますね。で、ボムにいるルークとウィンレットがもうチラチラしてここ耐える動きします。1番、3番、ベブラ、ハントが裏から敵の裏を突くっていう動き。完璧。完璧。いやー、ようやったここは本当に。やっぱりサーチの後半ってスペシャリストがかなり鬼門になってくるというか、スペシャリスト1個でね、試合がガラッて変わっちゃうんで。なんだけど、まあ敵は今、ビジョンパルスぐらいかな。ね、今のこの人のマドックス、やばいね。あの距離あんな当ててくるから。で、このリスキーって人かな。センター一人で突っ切ってきたっていう、かなり強気ですね。ちょっとこの敵の強気な、もう早い攻めにちょっと気づけてなかったかなっていう印象ありますね、このラウンド。かなり敵早かったですね。なかなか日本チームだとこんな早い攻め方をしてくるとかなかなかないんで、まあここは今後もっとね、対応できるようになりたいなってとこですな。で、敵は、ビジョンパルスがあるので、まあおそらく使ってくるだろうっていう感じ。なかなか攻めるのは難しいね、敵にビジョンパルスがいると。なんだけど、ここでまさかのベーブラ超強気設置。いや、ここは、お前、その敵の姿見えてんのかバリに設置しましたね。いや、この強気設置いいと思います。で、設置はできたんだけど、まあいわゆる引き設置っていうやつですね。まあ、ボムはここから見えるんですね、五郎の位置から。なんだけど、敵の裏取りに気づけてなかったのがちょっと痛い。で、裏から五郎がやられてしまって、うまいこと挟まれちゃいましたね。あれ、裏もハントもやられ。さあ、5-4になりました。で、あ、さっき敵はビジョンパース使ったのかな？で、敵は、ウォーマシーン持ってます。こっちはテンペスト。さあ敵がウォーマシーンを使って A 中を攻めていくんだけど、こっちはしっかりフラジャケをつけているので、ウォーマシーンなんて全然痛くない。さあいい、ベーブラがここでダブルキル、中しっかり取ってますね。で、2番のルークもロングしっかり抑えてるんで、かなりカバーカバーの形が取れてる。さあ敵はあと1人、ここはもう人数かけてちゃちゃっとやりたいところ。まあ1枚削られるけど、一気に3枚かけてウィン、ウィン。いやこんな感じで、かなりいいサーチでしたね。本当に、このレベルの相手にサーチ勝ってたのは本当初めてだったので、すごく良かったと思います。で、この後ね、コントロールはやっぱり負けてしまったんですけど、まあ、ハードポイントサーチはね、通用するようにはなってきたんですが、やっぱコントロールがね、少し差があるかなっていう、海外勢と。そんな印象があります。で、本当やっぱこのサーチ見てて思ったのは、18歳のベブラ君、新メンバーのベブラ君が本当これから楽しみですね。今月にある日本代表戦のオフラインの次の、CW ロンドンを決めるオフライン大会ですね。もうめちゃくちゃ楽しみになってきました。この試合のフル動画は、概要欄に Twitch と、ラッシュゲームの YouTube の方2つ貼っておくので、まあ、全試合見たい方はそちらでお願いします。そして今月の CW 日本代表戦も、応援よろしくお願いします。というわけで、
よかったらグッドボタンお願いします。そしてメンバーのねチャンネルもぜひチェックしてみてください。お疲れ様です。We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, no opinion.